はい、皆さんこんにちは、やすひろです。今日は令和5年10月25日、水曜日お昼前の11時54分です。ってことで、この前走らせて、ここの、部品をなくしたんですけども、来ましたよってことでね、これですよね。ボタンビス M3×5 ヘックス10個入り300円なんですけど、これが消費税と送料込みで来たのが1470円ってね、高い買い物になっちゃいました。物はこういうものなんですが、10個入っているから、今度からなくなってもね、すぐに対応できると思います。走る前に一度これで増し締めはしていたんだけど、まあ僕の走らせ方がちょっと荒かったんで外れたんでしょう。まあでも、取り付けてこうやって動かしてみて、別になんともないよってね。チェーンが少し伸びてるかなっていう気はするんだけどな。これくらい許容範囲か、もう一つ縮めたがいいのかなっていう感じだね。チェーンの張り具合はね、金具が当たりますんで、当たらないように、ここカッターで切ってあります。そしてこちらもね、削ってあって、ここが当たらないようにしております。そういうところです。ジャイロは接続していません。そうね、いらないんじゃないかなっていう感じでね。必要ならばジャイロは接続しますけど、今のところいらないかなという感じですよね。で、チェーンを1個詰めた状態ですけども、軽く動かして、抵抗がないんで、これでいいと思います。これ以上詰めると今度はかえってこれが抵抗になるから、このぐらいがいいのかなっていう感じがします。タイヤはね、見ての通り、結構走り込んでますので、径が小さくなってますけども、これがちょうどいいんじゃねえかなっていう感じです。僕はタイヤを削るもの持ってませんのでね、走らせながらタイヤを、削っていくっていうか、タイヤを消耗させてちょうどいい頃に、持っていこうと思ってるんですけども、これくらいがちょうどいいのかなっていう感じがしますよ。ところで今回はこれで終了です。お疲れ様でした。さようなら。って。